大連交通大学は、中華人民共和国大連市に本部を置く、中華人民共和国の国立大学である。1958年に設置された。大連の中心部から近い砂川口区にメインキャンパスがあり、旅順の旅順経済開発区にも2004年に設置された新キャンパスがある。敷地層面積は85.2万平方メートル。 校舎の建築総面積は39.4万平方メートルである。所在地、郵便番号116,028中華、人民共和国領年省大連市佐川口区高賀路794号所在地、郵便番号116,052中華、人民共和国領年省大連市旅順高校区、旅順経済開発区浜。 港路999号中国の他の総合大学と同様に学院制管理により総合大学のもとに大学院、短科大学、研究所、大学専科、専門学校、語学学校、その他の部門が組み込まれたような体制となっている。全日制在校生19439名、うち、 本科及び専科生18,305名、博士課程八88名、修士課程1005名、ほか、専門技術職教師は1,044名で、うち、教授132名、助教授282名、博士号を持つ助教43名、ほか、ありがとうございます。